ただいま、ちょっとそこを、かき氷、もうフラッペみたいに盛り上げてしまいました。で、ああいうふうに盛り上げた猫が上で休まないので、でそこにかけなあかんのですけど、ちょっと待ってくださいみたいな感じなんですけどね。また多治見の街ブラブラし始めました。なんでできへんかったかって、コロナの自粛、まあ、集中自民党にですね。ちょっともう一回猫がね、3代目、猫、孫猫にね、生まれたから、もうそっちの方にやってるんですよ。行ってなかったと願って。それがオスも行ってなかったんですよ。またその時期、ちょうどコロナの自粛期間だったし、重なって。まあ、自粛、まあ、GoTo トラベル政策。もう、まあ、一応自民党政策始まって、自民党政策で、まあ、始まったし、問題どこにでしょうけどね。私見失うもんないから、客、おいでおいでって、やったらええのって発言しましたね。その前、ええとして、もう言った後、言ったって言ったらもうどうしようもないね。で、たとえね、コロナが来てもね、増えるだけやん、コロナが。な、失うものはない。そういうこと言いたかった。コロナ増えたらもっと貧しくなる。そうや。でもなんか欲しいんでしょ。じゃあコロナが来てくれる。いらんかったものはもういらんって言ったらコロナも来へんもの。それもね、引き寄せなんて。で、まあ、職人っていうのはね、まあ人のせいにする気もない。自分の仕事以外のね。自分の仕事以外のことは全部人のせいにする。家事でもそうやって言うの。何でもせんと、そういう気もない。そうやると職人なんかできない。そういう気もんやと思ったら、この子をつけようしかない。だからギルド制がいるって言って、日本は実はもう政党制よりもギルド制の方が必要とされてる国やで、ってドイツみたいなね。職人支援団体がいくつもないとかね。ドイツはやっぱりそういう民生銀行みたいなのがあるから、今日本のその地銀とかの信用金庫とかそうやねんけど、職人銀行とかに、ケチに目を打ったら、はっきりするんね。農業の、J バンクがあんないからな。日本は職人主義の国やし、本当に手工業の国やし、そこを絶対支えるんですよっていうのことを譲ったらあかん。たとえアメリカや外国に脅されてもね。脅すと金のことでしょ。金のことで、日本が反発したら、今度は戦争とか命のことでしょ、信号の命とかね。ずっとその技をかまされてきたから。で、まあだから職人の町で、まあ、職人がね、まあ職人、少なくとも職人方に。それってまあ足引っ張り合うの。うまくいってなかったら、機嫌悪いから足引っ張り合うの。新しい店できたら、いちゃもんつけてくるよ。そんなもんや、稼働もそうやと。知ってんねん。なんかうち店やるぞやるぞって言いながら、そのタイミングで必ず嫌な政治発言してるやん。それはうちの技。うち独特の技の。真似してもいいけど。な。店できへんの。うちはな、その政治民大学やし。別に店できんでもいいの。誰かが店やったら、うちは、あ、よかったと思うたちやから。続けてそういうもんや。基本ね。で、まあ本当に学校から本格的に人が来るようになったら、もっと自分もだ。まあ始まるかもしれない。いつもな、この事件始まってたよ。ほんだら、その最初の頃の事件はもう、せっかく店開いたともう、ね、うちが世界的、まあ、皆さんの主役だね、うちが。だから世界的に、お辻モード、アマーモードね、アマトラスモードが始まったら、立ち向きとかあって、せっかく店開いてもね、直近に開いても時計とかやらない。その次の事件は、せっかく店開いたし、まあ、うちとも仲良いね、他の勢力が来て、横に、帰る店みたいな、まあ、さっき店開いてた人たちは潰す店とか作られたりして、ね。今回はそれはないと思うで。だから今のうちに、多治見旧市街、元多治見村のな、旧市街、なんか作ったら、どんどん。個人的に入ってこないとな。自分でやりなさいよっていうのが自民党の経済主義やから、実は。案外保護主義ちゃうねんね、自民党の経済主義って。まあ自力でやりやって。ああ、私もお金は出すよって。
の、その、最初だけやけど、あとは知らんよ。何のサポートもせへんで、みたいな感じ。それ自民党主義の自立主義だから、めっちゃ自立経済主義の自民党って。ええことやで、めっちゃ。育つの、本物が。本物で抜けていくの。それが自民党の望むところやね、実はね。政党としてもそんな政党やろ。だから難しい。だから若手が怖がって。それが維新とか例外。それぐらい自民党の経済主義って怖いねんね。本物しか。めちゃめちゃ鍛えてくれるで。冷たくも優しく、温かくも。それ親父主義の自民党。それは何や。日本の親父の本質じゃん。で、それはいいとして、その、田島っていう町はどうかなと自民党主義がそぐうかなって、性格は似てるよ。職人たちもちっこい自民党みたいなもんか。だけど、だから、ちっこい自民党は煮詰まるかな。ちっこいからやね。大きい自民党は煮詰まらない。な。時々野党になるぐらい。だってな。でしょ？ちっこい自民党はさすがに自立経済主義のちっこい自民党は行き詰まんない。なんだから、ちっこいからね。自立経済主義のくせに。なんでちっこいの当たり前、自立経済主義ってちっこくてどうせ。ちっこいからこそ自立経済主義。そうやね。そこ、潰されたよ。分かっててそこ潰しに行ったやつらなの。それがイオンやんよって。イオンを意図的にみんな潰しに来てる。まあ、岡田っていうのはくだらおう。な。朝鮮半島の王族やねん、なんて。な。で、なんでみんな来目のことに。もっと朝鮮半島見たとこ潰せや。な。違って。で、まあ、見たとこ潰そうと思ってもきりないし。で、何でもその、稲垣っていうのは縄文時の風格ちょっと残してるやな。それが朝鮮人にとっては面白なかったのかもしれん。日本のシンボルのように思えたんでしょ。そうでもないよ。ただね、稲垣っていうのはかつて日本のね、シェア 26% 占めてたでしょ。初めにそんだけの金が流れて重厚な仕事になってきた。まあ職人たちに衣服を着させようと。とかなかったね、それはね、まあ、時計も買わせようとか。結婚には指輪買わせようとか。職人が儲かったから。名古屋まで行かんと。忙しいから名古屋まで行かれへんやん。な、近所の商店街に、そんないろんな素敵な店があって、職人が時間ないから、初めて済まさなあかんから、ね、十分なものがあってんけど、職人がおらんになったら終わり。ところが、じゃあ今そういう販売店とかの芸術関係の、陶芸も芸術化してるから、初めてな。そういう販売店作ってどないやって、50杯する。どうやったらいいの？言ったりとは言わんで。全然見たり言ったりちゃうけどな。でも素人にとっては、見たり言ったりして。販売店作っても客来いひん。な。観光としちゃうし。気難しいし。夏めっさ暑いし。どうしようもないの。販売店作っても。販売店強化してもあかんの。もともと商店街は職人をサポートするために出てきたから。それすら普通商店街って、まあ、例えばメーカーをサポートするためにできんねん。な。飲食店もな。独身。の労働者のためにあって自分でルール作らんやろ。夜飲むやろ。飲めっさ飲むやろ。だから飲食店も商店街も必死だったわけ。だからまあそれこうだったけどな。じゃあどうしたらいいかって、職人呼ぶしかない。どんな職人知らん。そんなことはみんなで決めなきゃいけない。まあ初めの旧市街に本当にその釜元じゃなくても陶芸家をどんどん呼び戻すとか、もともと絵付けしようとって、今はおらん。でも絵付けっていうのはもうネットでな、自分でみんな絵付けしたいんちゃう？ネットで絵付けアプリなんかあったらな、その絵付けアプリ作ったら、ね、初め開発して。で、そのアプリ利用者が考えた絵付けを、初めてな、プリントして、あ、メーカーして、メーカーにみたいな、作りますって。可能でしょ、別にそれ。ね。メーカーにならね。だからメーカーがないからね、今。その、田島村のところがね。で、じゃあどうそれ、まあ、そこに気づまるよね。でも、絵付け師は絶対文化残ってるから、漫画とかの文化も残ってるし。ね。で、あと、灰画っていうかな。まあ、はがきの絵ね、まあ。日本画みたいな伝統のこと、初夏の伝統もあるわけ。ほっといたらなくなるけど。後継者おらんかったら、おらんのじゃ。で、そういう書家とか、絵画、この俳句に絵をつける。その人たちは、初めに、むしろ来たがるかもね。陶磁器の里やし。でしょ？
そんなん呼ぶとかね。意図的にね。それは昔お父さんの方、そんなんも意図的に読んない。ただ、書家とかいうのはね、お寺の住職やったりしたって今でもね、意図的な呼ばれるとか、その住職を書くかどうかだけでもいいし、今、俺住職に書くやっていう問題でもないし、な。とにかくその書が、仏画の需要があるかどうか、な。やろ？ないやろ？でも、そんな仏画ばっかり書く町、まるで古本屋みたいけど、な。古本の佇まいになるかもしれんけど、仏画ばっかり置く商店が意図的に呼ぶとか、ね。で、他の町真似しにくいやえ、こう、仏画商店街があるやってんだ。謎やろ。そんなも面白いねんね。そんなことを考えたりすると、な、サッカーで言うとパス回しみたいなもんや。シュートしてゴールできるかどうか別として、ブレインストーミングってパス回しやるし、これブレインストーミングでやってんねんね。企業でここからチャンス見出して、シュートしてゴールすんねんからな。まあ、簡単なやり方ちょっと、今、出口出しただけやし、な。で、そう、あ、そうか、その程度かって。え、それでいいね。それです。うち企画管理部におって。ただし企画管理部。特許情報課、出願担当だけどな。あと、共同発明契約書担当。そんな、実際の企画管理っていうのはもちろん、文献の方の部門、本社の経営企画みたいな方がやってた。だから企画管理は、まあ、どういう研究方針が出るかっていうだけの見方としての研究じゃない。だから言葉の割には、企画じゃない、ね。いわゆるみんな思ってるような。だから戦略部門ではあったから、そうね。だからこんな話ちょろっとできませんよ。な。で、あとまあ、さやな、例えば、工夫するときに、そのまあ、駐車場ありきやろ、その陶磁器買う客っていうのは、な。おばあちゃんらがバスで遊びに来ても、買って帰られん、重たいから。じゃあ、初めに買うて、で、郵送。しかないかな。今そんなにしちゃってんのかな。どうなんやろ、わからんの。で、その、問い屋が多いから、カード聞かない店も多いね、まだ。な、こんなの買ったらいいのね。そうでしょ。で、まあ、家族でやってて、従業員雇われ。そうやねん、もう、危ないから。経済回転してんからな。経済回転してたら、バイト雇えんねん。経済回転してんかったら、バイト雇われんねん。仕入れたものが履けないと、絶対バイト入れられないし、仕入れたものが履けるってことは忙しいから、やっとバイト雇えんねん。私がおったらこの店勝つのにじゃないの。そういうもんじゃ絶対にない。それで、あ、バイトとしての気持ちとしてな。思いたいやろうけどな。なんか、レンドラみたいな。レンドラにぴったりのシチュエーションあるかも。一握りやからドラマになる。な。でしょ。で、じゃあ、例えばね、花瓶とか考えても、お花屋さん以外と少ないね。陶磁器の街の味に。仏画屋も少ないし、な、骨董屋さんはね、骨董屋さんに仏画あるかってそうでもないし、まあそれぞれの陶磁器関係がずらりやから、骨董屋さんもな。じゃあ、お風呂屋さんもね、古本屋さん。古本屋さんあったらみんな、暇な職人入り浸ると思うよ。うん、仏画かと思うんないもん。な、暇つぶしが欲しい。今やったら軽トラ乗って、な、バン乗って、仕事してるふりして、街ぐるぐる回ってるけど、そんなに、もうやめたんよ。仕事もないのにありますって。まあ、それがずっと儲かったところやってたことやから、その日課、欠かしたくないやろうけどな。そんなもやめたほうがいい。それと、どっか入り、遊びに行けんの。な。コースでもいいし、もう、普通のよくある旅行でもいいし、とにかく変わったもん見に行ってほしい。な、せっかく暇やねんから、職人さんの。でしょ？で、まあ、職人見えたっけな。その、経営団体のな。でしょ？絶対それした方がいいよ。な。お約束でいいんだ。もう終わりやん。約束になって遊べや。な。ほんならまた職人燃えるやん。遊ばん職人燃えますな。だって遊んで怒られへんの職人だけやで。もう一回言おうか。遊んでも怒られへんの職人だけやで。まだ言いたらんか。遊んでも怒られへんのは職人だけやで。って言って。違うか。絶対違わんってうち知ってるもん。やろ？さて、じゃあ職人から金巻き上げる店、どんどんまた作ったらええねん。笑ったったらええねん。それがまた人情話になるやん。独立から読んだねん、大衆演劇。な。こんなネタでやってんて。な、また楽しい人情芝居見てくよ。大泣きしりや、そんなんな。な、誰かが呼ぶか知らんけど、うちから何から、串先だけ、これな。
ええねんねん、こんなんもおんねん。こんなんもいるねん。今この時期はね。あと、いつまでもたうっといから。まあ、ほどほどにツイッターとかもやめてるよ。自民党2件、その、完全にやめて。タイガースとかドラゴンズなんか完全にやめるよ。芸能界なんていうの、完全にストップするよ。そんなもん、いつまでも言ったら。できへん。な。うち案外上の立場やから。うちがいつまでも言ってたら、なんもできへんやん。なんの。んで、もう一個アイデアがあるとしたら、うん、それうちと西浦の関係、面白いやろな、対立があったら、ロメオとジュリアやったみたいな。どこがやろだから、西浦派と、ホツジ派じゃなくてもいいけど、うちも、そんなんからも手引いてし、自分の仕事せなあかんからな。で、祭りにすんのかな、だんじりで、西浦だんじりでバーンと喧嘩だんじり。何派かしらけどね。西浦に行ったら、加藤派とか。盛り上がりがいいねん。あっ、なるやろ。シャーってその祭りに合わせて、いっちゃやったのかい、作っとこうとかな。そういうもんですよ。だから、西浦は、まあ、敵役になるんだ、なるやろうけど、だって知らぬ言い方やんか、西浦はどう考えると。でも、うちも知らぬ言い方やん。実は初めて、運流型がおらへんの。誰が運流型やったんかな。なあ。ちょっとあれかな、拡散新規の。あ、忘れたな。あ、しょっちゅうやっぱ忘れんな。メーカーな。たくさん新規になる。メーカーやんか、正直は。なあかんな、神山先生な。あれだけやったかな、運命が立たせば、田島村があったかな。あっちは田島村ちゃうか。あ、文化庁かな。でしょ？じゃあ誰が運量型ですかって見渡せと見渡せと市長ぐらいやろな運量型足りひんねん確かにうちも知らねえ型やろどう見ても知らんも知らねえ型やろ運量型育てやろもっといじけ職人ばっかりいらんねんそれは運量型やからな運量型ばっかりしてたのちゃうでいじけ職人ばっかりしてたのちゃうで知らぬい型ばっかりじゃ困るよでしょ一人運流型おったら、あと全部知らぬ言い方でもいいから